さんこんこにちは、です。今回ですね、タウンホール9に、えー、早上げしてしまうメリットとデメリットについて喋っていきたいと思います、えー。タウンホール9にアップグレードすると何が一番、ね、利点が大きいかというと、やはり巨大クロスボウの設置。巨大クロスボウの設置によってですね、もうほとんどもうね、 バ,バラッシュであったりそういういの,の対応でき,て、まあ、できますねそしてさらに対空砲の対空砲やウィザードの設置によって、まあ、対空戦がすごい強くなるということがタンホール9のメリットですねそしてアーチャークインもまあ攻撃の幅が広がるとそしてまあターンホール9の方、ね、に聞いてみたんですけれどもやはりタンホール8とタンホール9の違いはタンホール9にしている時にタンホール8からですね攻められることがまずなくなるとまあそれは当たり前ですよね各下の そしてターンホール9はあの防衛がすごい本当に強くなるので、えー、同角のターンホール9から攻められたとしても反開であったりまあそうですねされてしまうとまあそうですねそしてターンホール8からはもうドラッシュも対空砲が4つあるということで全然効かないということで本当に強いと言っていました。 そしてデメリットなんですけれどもデメリットはやはりターンホール7の,その放置村を攻撃する攻撃してもそのなんつうんでしょう報酬が全然もらえなくなるっていうのがデメリットですねターンホール8でが、えー、まあ一番というか一番ターンホールの中で結構その下のねターンホール7で結構慣れてやめたりする人も多いんでターンホール7の,その放置村をまあから結構。 うまうますることができるのでそのターンホール8列と資源がすごいゲットできるんですけれども防衛防衛面では確実にターンホール9の方が上ということですそして壁の数も大きくなる多くなるということでやはりターンホール9に上げるメリットをまとめると防衛面がすごく強くなるのでえもう100%ということがほとんどなくなるデメリットはえターンホール8まあターンホール7のですねそうまうま村をうう からですね資源をね採取することができなくなってしまうのでえそのやはりその資源が取れなくなってしまうんですけれどもタウンホール9でそのその放置村を探す,と探す手段としてはタウンホール10の放置村を探すっていうことになるそうです。私ははタウンホール9に上げる際はもう 防衛施設は全てカンストしているので、あでもアーチャータワーじゃなくて、隠し施設らと今、対空砲以外、まあ、カンストしているので、あと、エリクサーを使うところも、あとは全てラボだけなので、まあ、もうすぐ上げたいかなと思います。えー、では、ご視聴ありがとうございました。